はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。今回は、リクエストいただいたグラブの手の使い方、こっちですね。すごくこれ大事なので、これもちょっと今回やっていこうと思います。はい、ではまずグラブの手なんですけど、セットの時にまず大事なこと、これ一つ言っておきたいと思います。グラブっていうのはもちろん、反動をつけるっていう意味でも必要なんですが、ボールの握りを隠すっていう大事な、こともあります。で、例えば、セットしてる時に右手にボールを持っててこうコロコロ回してるのよく見ますね。で、例えばこれを常に同じ形でポンと入れて、こっから握りを変えますっていうんであれば OK だと思います。ですが、この時点で、はい、ドロップ投げるよ、この時点で、はい、ライズ投げるよってやってしまうと、バッターに、球種がバレてしまうので、そういうことをなくすために、まずはグラブの方にボールを持ってここでセットをするっていうのはすごく大事なことだと思います。で、やっぱりバッターに球種バレてしまうと打たれやすくなってしまうので、まずはこのグラブを使って握りを隠す。で、この時に例えば常に同じ形でボールを入れてると、なんかライズの時だけこうゴソゴソするな、ドロップの時はこう素直に入るのにライズはゴソゴソするなとか、そういうのも生まれてしまうので、なるべく、バレないように、基本的にはこう動かしてる時に握り返すっていうのが一番いい形だと思います。海外の選手に比べて日本の選手はやっぱりそういう意識が薄いと思うので、どうしてもここら辺でセットをしちゃったりっていう選手多いと思います。ですが、まあ海外の選手っていうのはもう基本ここで握り替えてセットして投げるっていう形が多いので、まあ握りだったりっていうのはなるべくバレないようにしてもらうといいと思います。で、その握りを隠す役割の一つがやっぱりグローブですね。なので、こう前でやってしまうと三塁コーチャーから例えば握りが見えてしまう、これもやっぱり良くないですね。なので、なるべく自分の体とグローブでボールが握ってるところを隠す、そうしてもらえるといいと思います。で、ここから投げ方、投げる時のグローブの使い方説明していきたいと思います。常にこう横を向く、これ大事なポイントですよっていうのは言ってるんですけど、この横を向くための準備段階としてグローブを使うっていう、こっちの手を使うっていうのも大事です。で、このまず引っ張ってくる時ですね、引っ張ってくる時はやっぱり左半身、左側で引っ張っていくので、グラブの手伸ばしていきます。このグラブの手で体を前に引っ張っていく。で、この時にグローブの手の向きどうがいいですか、結構あると思うんです。で、自分が理想だと思ってるのはグラブが、外向いている形ですね。右ピッチャーであれば一塁側、まあもしくは上、こういう上ではなくてこっち向きの上が理想だと思ってます。これなぜかというと、例えば、グローブが三塁方向を向いてたり、こっち側の上向いてる状態で肘を伸ばしても、体はこのまま引っ張られていきますよね。で、これをひねるか、もしくはこっち側にひねって上向けてやって肘を伸ばしてやると、自然と体が横を向く、横を向く、補助の意味でもやっぱりグローブはこっち側にひねってやる方が自分はいいと思ってます。で、今までこうやって投げてた人がこうするのすごい違和感あるよとかあると思うんです。なので、そういう場合はまあなかなか難しいと思うんですが、まあ投げ始めの方だったりっていうのは意識的にちょっとひねってやると横を向く姿勢取りやすくなると思うので、ぜひこのグラブの向き、ひねり具合っていうのをちょっと意識してもらいたいなと思います。次に言うのは結構男女で違いがあるところなんですね。
で男子はだいたいこうグローブ引っ張って引く、引いてきます。左肩をグラブを引いて左肩引いた反動で右腕を加速させるっていう投げ使い方をよくしています。ですが、まあ女子はだいたいここからももに持ってきますね。で、これのメリットとしてやっぱり壁を作りたいってよく言われるんですが、まあ、自分としてはやっぱりここに置くんではなくて肩をしっかり引いてやった方がいいと思ってます。でこれ上投げでも一緒なんですけど、プロ野球のピッチャー左肩をこう引いて右肩を出してくるじゃないですか。それが、まあ、女子の投げ方でいうとこういう形で投げてしまっているので、どうしても腕の振りっていうのが弱くなってしまいます。なので、まあ、その壁を作りたいっていう気持ちもすごい分かるんですけど、腕を加速させる、スピードを速くするっていう意味ではやっぱり左肩をしっかり引いてやって、その反動で右肩を出してくるっていう動作があった方が、まあ、ここのスピードは絶対速くなると思うので、ぜひ違和感がなければチャレンジしてもらいたいなと思います。はい、これ実はあのグローブの手使い方でコントロールが良くなるっていうのもあるんですね。これあの某社長が言ってたんですけど、このトップの時に自分の中指、人差し指、薬指って投げたいところにどの指を合わすかっていうのでコントロールの差がすごい出てくるみたいなんですね。でこれはどれを合わせるのが正解とかではなくて個人差があるみたいなんで、ちょっと意識的に人差し指合わせてみよう、薬指合わせてみようとか小指合わせてみようとか、ちょっとこう自分で練習の時に操作して、あこのぐらいがいいなっていうのを見つけてもらうと自然とコントロール良くなるみたいなんで、ぜひ練習で試してみてください。ちなみに僕は薬指です。てか薬指の人が多いんじゃないかなと思ってます。わかんないですけど、実はグローブなんか変わってんなって思った方いると思うんですけど、実は2021年はこのグレーと黒のツートンカラーのグローブ、おしゃれグローブで戦いたいと思っています。どうですか皆さん、かっこいいでしょ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。グラブの手ってどうしても雑になりがちなんですけど、これすっごく重要なことなんですね。球種を隠す、そして腕の振りを速くする、これすごい大事なポイントなので、ぜひあのこっち側の手にも意識してピッチングしてもらいたいなと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。